オタクといえばさ、オタクの男子は話や趣味の合うオタクの女子を彼女にしたいとか掲示板で結構見るけど、オタクの女子からはオタクの男子と付き合いたいって全然聞かないよね。なんでだろう。二次元にはまり込むと男子よりも深いのかな。イメージ的に先のことが不安なんじゃないの。ちゃんと働いてる人も多いんだろうけど。てか私に聞くな。